隠しコインに青コイン、とりあえずまあ分かってる青コインをねちょっとゲットしに行こう。これあれこれじゃないとダメなのかな、場所によってあったりなかったりするからね、本当に厳しいんだよね。とりあえず100枚コイン狙うならここがいいと思う。カジノデルフィーノの秘密。あーこん水でここでまあさらに2枚、あー青コインもあった、あー青もあった。あ、いた、よし、青コイン、あ、青、1、よし、3、よっしゃー、100枚コイン。楽勝じゃねえか。じゃ結果的にね、あの隠しコインを自力で見つけれたからよかった、そうよかったと思う。あーばよー、おとつさん、75枚。あれ4枚だった。いやー OK だね。どうにかしたらね、あのあそこに帰れたはずなんだよな。まあね、いろいろ覚えてない。さあ次ぐらいにね、ドロピックタウンの100枚に行くかな。まあちょっとね、残機があるうちにあのあそこのラストダンジョンの青コインだけね行きたい、なんで行きます。残機のあるうちにね、あの青コインをね結構集めないといけないんで。集めるぞ。さあ、ということでね、この泥船はあれだね、ケツの方に立っちゃいけないんだ、中央に立たないといけない。中央に立って放水に、割と長いんですよ。残機もあるでも、あ、ハッサンだったらいけるのかもしれないけど俺は無理だ。あ、
で、ということでね、ちゃんと中央に立つ。ここだ。あんまり加速しなくていい。ここにも当たっちゃダメだった。ということで、クリアだけならこれで OK なんだけど、青コインさんをね集めないといけないので、機械に1枚で別に構わん。時間をかければいいだけだ。沈み出したらコバ使って取ろう。微調整が分かんなくて、方から確かに来たら、回っ無理や。よし、一枚を取るために死ぬ。回収したいが、それすらも難しい。鬼のような配置。よし、二つ目。微調整。角度入ります。当たりそうで怖いです。角度入ります。はい、角度入ります。はい、角度入ります。はい、前進みます。はい、もう止まっていいです。薬草入ります。お、薬草入ります。はい、微調整入ります。なんか前に動き出しました。これ以上いけない。はい、入ります。オーライ、オーライ。バックします。プー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 。
回ります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 まだいっぱいありますまだだいぶ見えますこの泥舟溶けないですかねそれが怖いですねちょっとブレーキ入りますエビ調整入りますエビ調整ですはい、あとはこれ、ね、慣性の法則に従ってちょっとずつ進みますこれはどうしましょうかねどっちから回りましょうかあれ先取った方が良さそうですね、はい、なんか後ろ下がり出しましたまあやっぱ後のこと考えるとこっちを先に取るしかないですねはいはい、角度変えます角度変えますもうちょっと前に出ますはい、前です角度変えます、角度はい、戻ってます、戻ってますとりあえず、船は一応時間では落ちないさすが船、泥船だけどあとはこれ感性に任せて、もうこれ以上打ちたくないんで。オッケーで。オッケー。はい、戻ります。戻ります。ああ、まだまだあるよ。もうやったこれ。どうなってるの。ね、うまく全部取れたらねクッパさんにね顔見せだけして帰ろう倒しちゃったらまずいんであえて戦わないけど顔見せはしたいよし多分あと2枚だねあの最後の1枚はある意味取っといてもいい普通にやったら取れるからまあ取っとこうやっぱ逆向きに違和感向きで行こう。やっぱ順向きじゃないとね、ちょっとおかしい。これ以上は加速したくないね。前の方でね、早めに受けよう。マリオ受け。くっそ何この位置ちょっとずれてるよしOK あとはあの一つおおまわるぞこっちじゃないふっふっふっ
この最後の残りみたいなコンプの打ち方をしている。おいちょい、顔見せていきそうだね。よし、行ったろ。これ全部だね、多分。やっと、やったか。あばよ、泥船。もう二度と乗らねえよ。あ、まだ最後倒しに来るとき乗らなきゃダメか。じゃあね、せっかくなんで顔見せだけ。決着は最後までしませんか。ドーン。ワギャンランドで見たな。ジャンプしないと届かん。ここにも1キャップあった。これ下貫通できないじゃないですか、もしかして微妙に動いてるっていうね。まあそんな難しくなかった。いいユダナジュニアよ。いいユダね、お父さん。ママも入ってよ。断る。セロが上がってしまう。おっそらマリオ。またお前か。してなマリオ。はいクッパ。まさかクッパが関わっていたなんて知らなかった。ポン。はあ、さらば。一応死亡したらラスボス戦から再開できる。じゃあクッパ戦は残機多めの方が良さそうだね。じゃあどう